ずいぶん遅かったじゃねえの、サスケ。相変わらずやかましい奴らだ。いろいろあったが、俺は木の葉の里を守ることに決めた。ありえねえんだよ、そんなこと。お前、自分が何言ってんのか。今までのことが。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺が火影になり。火影になるんだ。サスケはお前に任せる。火影になるのは俺だってばよ。一斉攻撃ではあれを倒す。もう少しなの。もう少しで溜まりきる。くずい、さくらちゃん、サスケ。おう、認めたくはねえが、同期が全員揃うのって久しぶりだよね。よせ。なぜならいきなり出てきて火影になるとまたまった。俺らの力見せてやるってばよ。しかめれ。どうあれ、目の前の敵を倒すのに協力するってんなら、火影になんのは俺だ。ちょ、お前ら聞いてんのか。キバ、今は誰も聞。キバ君、私はちゃんと聞いてるよ。火影はみんなが目指すものだもんね。サスケ、今お前は何を思う。またあれだ。気合を入れ直して備えてください。分かっておる。さて、様たちって本当にすごい人たちだったのね。俺が結界の四面に忍びたちの出先方明神門ルート。いや、今ぞ。分裂体か、本体に。風魔手裏剣、影封鎖。私は一人前のくのいちのつもりでいたくせに、サスケ君とナルトの後ろばかり隠れ、私の後ろ姿を見せるって自分で。サスケ君もナルトもいつも私の前にいて、どんどん突き進んでいくから。私、私は泣きついただけ。あなたに頼って。ごめん、ナルト。少し待たせることになっちゃうけど。シャンナラ！最初に教えたことを覚えているか。もちろんです。医療忍者は決して死なぬこと。何よりあなたは私の弟子、三人の力を受け継ぐくのいち。シャンナラ！
あれは綱以上。私は若作りする必要がないのね。ロサンシュルカルッチ。足を引っ張るなよ、ナルト。これがキュービのチャクラをコントロールした状態か。新しいシャリンガン。螺旋岩の性質変化までちゃんと。俺だって真術開発してたんだっつーの、ナルト。これがてめえ影分身だ。たった一人増えただけじゃねえか。昔の俺の方がまだいいから見てろ。犬塚流人獣混合変幻三。おい、ガガテン。キモ。寄生させておくのが難しい武士だ。ミッション、ヨンション、ファッション。でも私、ネジ兄さんのようにはとても。限界を決めてしまう。64章へつなげるコツです。ずっと痛いんだな。今度はこれのまま八家64章まで行きます。フォーメーション E だ。就任試験じゃあるまいし、ハンデ張り合うことは。影つかみの術。敵25体、感知合計ロックオン。倍化するよ。重くなるけどいける。うん、まだ軽い方だし。僕は一気に空から本体を攻める。大丈夫か。このサイズはさすがに重いな。あのデカ物をなぎ払いつつ間をすり抜けていくしか方法が。ナルトのチャクラがない以上。なぎ払い、すり抜け、何の操作もない。口寄せの術。あれ、うん、親父は今手打ちのゴタゴタじゃけん、俺が来たで。びっくりした。それより要件は何じゃ。おう、奥の方に。で、奥の本体は俺がやる。さくらちゃん、ついに白号の。私たちは回復役です。まさかもう一度。新たな時代よ、行け。